どうも皆さん、ごきげんよう、ハンクと申します。本日もご視聴ありがとうございます。ということで、出たな。やばいのがまた出たよ。立て続けに出とるぞ、最近やばいやつが。はい、今回ね、新しい新英雄がね、発表されたということなんで、今回はね、獣が4体ですね。で、今回注目なんですけど、この一番下の獣ですよ。これね、時代が変わります。とりあえず、順番通り見ていきましょうか。はい、じゃあまずは雷を見ていきましょうか。緑獣の馬ですね。で、武器がこれなんて読むやろ、よう分からへんな。猫の爪やな。はい、で威力が14で、射程1、守備がプラス3で、味方が2マス以内にいるとき、戦闘中自身と周囲2マスの味方の攻撃と守備がプラス3。はいはい、紋章バフがかかるということですね。で、ターン開始時、竜獣以外の味方と隣接していない場合、化身状態になる。うん、これいつものやつですね。で、そうでない場合は、化身状態を解除して、で、化身状態なら攻撃がプラス2。長いな。で、かつ自分から攻撃したとき、戦闘中、敵の攻撃守備がマイナス4、敵は追撃負荷。長い。また長いぞ。なんか盛りだくさんですね。なんかもうね、説明があまりにも長すぎてね、もう何が何だかよくわからんようになってきますよね。もうなんか獣との対戦するときは、ただこうステータス同士のもうぶつかり合いがよくわからんくなりますね。まあとりあえず、まあざっと言うと、自分と周囲2マスの味方が、まあ攻撃と守備が上がりますよということですね。うん。で、自分も上がるということなんで、化身状態なら、攻撃力がプラス5されるってことですね。うん。で、こっちから攻撃したわけで、相手にデバフをばらまく、みたいな。うん。紋章デバフをばらまく。まあ、こっちは攻撃力、守備が上がる。で、相手は攻撃、守備が下がるという感じですね。高低差って言ったら結構ありますよね。こっちが攻撃力ね、5上がる。相手が、マイナス4ということなんで、うん、実質9ぐらいの、差が出ますよということですね。で、敵は追撃負荷と。もうこの追撃負荷っていうの単純に強いですよね。まあ今回これはもう攻めキャラ専用みたいな感じになるんじゃないですかね。まあ馬なんで3本も歩けますからね。これはね、結構強いと思います。まだステータス出てないんでね、なんとも言えないですけどね。で、補助スキル、攻撃守備の応援プラス。これいいの持ってきましたね。おそらくなんですけど、まあこれついてることによって、星4落ちは、まあないでしょう。うん。で、B スキルもね、攻撃の封印という高価なものもついていますし。で、C スキルに、獣順の紋章ですね。まあ総合的に見て、まあ、スキルがね、4つですね。まあ武器込みで4つしかないんですけども、まあ全部、高級ですよね。これはまあ星落ちはないでしょう。で、ちょっと原作わかんないですけど、まあこのキャラすごい人気があるみたいですね。まあ基本的に獣キャラってみんな人気だと、うん、俺の中ではそういう風に解釈してるわけなんですけども、まあライの人気はすごいなって思いましたね。ツイッターとか見てるとね。うん。このライはね、引くべきキャラではないのかなと思いますね。めっちゃ強いと思います。はい、次レテ見ていきましょう。赤獣の馬ですね。まあ、先ほどと違って、まあ、緑から赤に変わりましたよという感じ。うわ、猫耳最高やね。めっちゃイラストいいですねこれ。はい、武器スキル見ていきましょう。これも猫の爪ですね。威力14、射程1、速さがプラス3。この時点でまあこのレテというキャラは速さが速いんだろうなというようなイメージですね。で、周囲1マス以内に味方がいないとき、戦闘中攻撃速さがプラス6。古軍が内蔵されている感じですね。で、ターン開始時、竜獣以外の味方と隣接して、で、化身状態なら、攻撃がプラス2、かつ自身から攻撃したとき、戦闘中敵の攻撃守備がマイナス4。敵は追撃負荷という感じ。もうこの追撃負荷っていうのが、もうデフォルト化されてますね。いや、やばいな、これ。本当に強いですね。で、まあ、先ほどと違って、この子はね、まあ、一人で戦うと強くなるよという感じ。どうなの？俺、原作を知らないんで、原作の再現されてるんかな？もしかしたら。一人で最強みたいなね。ちょっとわからんねんけど。まあ、今回、まあ、このキャラも、攻めに特化したような、
キャラじゃないのかなという感じですね。で、まあ、奥義はいいとして A スキルですね。これ初なんですね。速さ守備の古軍というね。ここの古軍ね、別のやつに変えてもいいかもしれないですよね。まあ、こっちから仕掛けるんであれば、まあ、鬼神4つけてみたりだとか、まあ、古軍を生かすんであれば、さらに攻撃を上げていくみたいな。攻撃速さであったりとか、攻撃守備とか、そういう風な古軍をつけるとさらに強くなるんじゃないのかなという感じですね。で、B スキルが空いてるんですよね。B スキルな。これ何がいいんやろ。まあ、一番いいのはまあ、切り返しとか、まあそんな感じじゃないですかね。とりあえず、B が空いているんであれば切り返しをつけようみたいな感じありますけどね。まあ、あとは封印ですよね。その辺つけておけば、まあまあなんとかなるんじゃないのかなと思いますね。で、C スキルがね、獣人のコブですね。うん、これもまあ何回か出てますけどね。まあまだまだレアリティ高い方でしょうね。まあなかなかね、獣を引こうと思ったらね、星5狙わないといけないですからね。まあ、リシオンはまあいいとして。で、まあこのキャラの使い方としてもね、まあさっきと同様、こっちから攻めようという感じですね。まあ今んとこ攻めと来てますね。はい、そんな感じです。イラストがすごく好みなんじゃ。はい、モーディーですね。青獣の歩行ですね。イラストがホマゾウさんというか、これもしかしてオリバーの絵師さんかな。久しぶりじゃないですかね。めちゃめちゃイラストいいんじゃないですか。もうこういうイラスト待ってましたよ。で、武器スキル見ていきましょうか。これなんていうの、古戦士っていうかな。虎戦士はわからんすけど、まあこれもまあ爪ですね。はい、威力が14、射程が1で、守備がプラス3ということなんで、まあこの時点で守備が硬いんだろうなというようなイメージがありますね。で、移動系補助を使用したとき、または自分に使用されたとき、移動後、自分と相手の周囲2マスの敵の攻撃、速さ、守備、魔防がマイナス4されますよと。長いな、これ。しかも複雑やな。はい。で、何？ターン開始時、竜獣以外のあれですね。はい。で、化身状態なら、攻撃がプラス2、かつ、奥義発動時、奥義によるダメージがプラス10されますよって、長いんじゃ。めちゃめちゃ説明が長い。いやー、もうやっぱりね、獣のね、武器の説明が長い、本当に。考察するの大変。はい、じゃあ見ていきましょうか。これどういうことかというと、例えばモーディと、まあ、もう一人、移動系のね、補助スキル持ってる人がいたとして、まあ、例えばモーディと、まあ、あるキャラがこう、まあ、入れ替わりましたよという感じ。そしたらモーディと入れ替えた、キャラの周囲2マスずつってことですよね。ぶちかましとかね、体当たりとかするとね、もっと範囲が広がるよみたいな感じなんでしょうね。まあ、完全に、デバフバラマキマンという感じでしょうかね。まああとね、ステータス上昇っていうのがまあそんなにないんで、まあどうなんだろう。戦闘は不向きになるんかな。とりあえず相手を弱めていこうみたいな感じなのかな。まあちょっと俺原作知らないですけど、まあすごく力が強そう、力と守備がこう特化してそうなイメージですけどね。まあイメージですけどね、ただのね、うん、どうかわからないですけど、うん、で、まあ奥義にね、まあプラス10のダメージが乗っかりますよということなんでね、まあ怒りとかね、そういうのを一緒に、つけたら強くなるんじゃないのかなという感じですね。はい。で、この補助スキルとかね、B スキル、かなり武器に合わせて作られた、持ってきたんだろうなという感じですよね。まあ、ぶちかましで、まあ、これで、どんどんデバフをばらまこうみたいな。で、その後 B スキルにね、この攻撃守備の連携ついてますんで、相手をデバフばらまいた後、自分たちはバフを持っていこうみたいな。なかなかね、楽しそう、これ。考え込まれてますよね。これはね、ぜひ、引きたいですね、これね。まあ、重装じゃなかったのが、ちょっと残念かなという感じなんですけどね。まあ、歩行で、この、なんだ、クオリティの高さのキャラ、なかなか久しぶりじゃないでしょうかね。で、Cスキル、これ初ですよね。獣の経験さん。うん。まあ、これはね、別に、
おまけ程度っていう感じじゃないのかな。まあ C スキル何がいいんだろうね。まあデバフをばらまくということなんで、まあそのデバフばらまく以外ですね、支援系かな、支援系を別につけなくていいのかなっていう感じなんで、まあこの辺自由枠になってくるんじゃないのかなと、そんな感じですね。このモーディも引いていきたい、そんな感じでございます。はい、今回の注目キャラカイネギスでございます。ありがとうございます。イラストめちゃめちゃかっこいい、北千里さん、お久しぶりでございます。はい、これはひどいっすよ。もう何がひどいかって、今後のヒーロー使い、まあ飛空城もそうですけども、ガンガン荒らしてくるようなキャラになるでしょう。見ていきましょうか。無色の獣、なんと重装でございます。まあ見た感じ180族になるんじゃないのかな。まあでもね、ちょっとこのステーとかね、わかんないですけど、武器スキル見てたらね、ちょっとね175でももういいんじゃないのかなというような性能をしてますね。早速見ていきましょうか。まず武器がね、獅子王の、まあ、爪ですよね。威力14、射程1で攻撃がプラス3ということなんで、まあ攻撃力が相当高いんだろうなという感じ。まあ見た目通りでしょうね。で、敵から攻撃された時、戦闘中攻撃、速さ、守備、魔防がプラス4。やばい、これはシンプルにやばい。もうこれだけでも十分俺は強いと思うんやけどね。まあ、さらに、そうか、化身状態になってたら攻撃がさらにプラス2されますよと。で、敵から、攻撃された時、距離に関係なく反撃するって。もうこれはあかんやろ。もう遠距離の人、カイネギスに攻撃しちゃダメよ、本当に。返り討ちに遭うよ。カイネギスがね、まあ無職ということなんで、まあ苦手も不利も何にもないんでね、もう直接ダメージを与えてくるみたいな感じですね。もうステータスのまま当てられますんでね、ちゃんと計算して、やらないと、まあやられますよ。で、奥義は飛燕ですね。まあここはまあ何でもいいかな。まあ獣ということなんで、疾風陣雷もつけれますし、まあ、天空とかブルーフレームとか、まあ、その辺でもいいんじゃないでしょうかね。はい。で、A スキルが、はい、遠距離防御4。出たな。これね、今回の注目スキルです。弓、暗記、魔法、杖から攻撃された時、戦闘中、守備、魔防がプラス8。どこまで上げてくるんや、これ。はい。で、かつ、敵の強化のプラスを無効にする。はい。出ました。ブレード系ですよ。遠距離ブレード系が、まあカイネギス戦には全く歯が立たなくなりました。まあかといってブレード系が死ぬかって言われたら、まあそうでもないんですけどね。カイネギス以外を狙えばいい話なんですけども、まあこのカイネギス、なんか魔法とかね、まあ弓、暗記、もうダメージ通らないんじゃないのかなって思いますね。で、B スキル迎撃体系ついてますんで、必ず、追撃してきます。で、奥義の発動もどんどん早めてくるんで、返しでね、奥義、すぐ飛んでくると思いますんで、かなり要注意でしょうね。で、C スキルが、まあ、遠距離警戒ということなんで、ここはまあ別に何でもいいのかなっていう感じですね。A スキルはね、まあ、自身の、まあ、あれを上げるんですけども、まあ、C スキルはね、こう周囲なんでね、まあ、カイネギスは重装なんで、C スキルはね、まあ、重装の行軍とかね、まあ、つけておくと、重装パーティー組んだ時に非常に立ち回りが楽になるのかなという感じですね。で、まあ、今回このカイネギス、絶対引いておいた方がいいような気がします。無凸のままでもね、で、どんな、個体値であったとしても、まあ、活躍することを間違いなしだと思います。あとはですね、A スキルですね、カイネギスに、まあ、興味ないよっていう方は、この A スキル1個でもいいから、まあ、取っておいた方がいいんじゃないのかな。このスキル1つで、なんか、いろんなことできそうな気がしますね。まあ、飛空城の、まあ、例えば、ラインハルトとかね、弓輪とかがね、攻撃範囲重なってる時とかね、まあ、こういうスキルを、まあ、つけておくと、まあ、耐えれるよということが可能になるんでしょうね。まあ、あいつらはこう、バフを持って、同じところにみんなが攻めてくるみたいな感じのスタイルが今、まあ、飛空城で流行ってる感じだと思うんですけども、まあ、そういうのをね、完全にシャットアウトできるような、スキルになってると
思います。買いネギ数引くことをおすすめします。はい、ということで、2019年の4月10日16時からこの獣ガチャが新たに出てきますよという感じでございます。今回はですね、前職入れるということなんで、まあ色かぶりがねなかっただけマシじゃないでしょうかね。まあ今回注目するキャラはまあ全部でしょうね。うん、全部使う用途があると思います。弱いキャラなんていません。まんべんなく引くのがいいかな。もしくは、カイネギス一点狙い。まあ、あくまでもそれは俺がやることなんですけどね。まあ、一点狙いはね、まあ、深い闇を見ることになりますんで、まあ、まんべんなく引いて当たったらラッキーかなという感じの方がいいんじゃないでしょうかね。はい、今回そんな感じでございます。皆さん課金は計画的に。それじゃあ、バイバイ。